こんにちは、オリエンタルマシンです。先日私の車ボンネットが開かなくなるっていうことがあって、途中で動画をやめてしまったんですけど、治りましたよっていうことに今確認しに来ました。レバーがここにありまして、レバーを引きます。あ、開きましたね。これね、普通の車だったら当たり前のことなんですけど、それでレバーを引くとこうやって開くようになりました。ちゃんとこれね、ここが悪い。何か嬉しいからもう一回やりましょう。そうですよね、今度ボンネット見て、おお、いいですね。これでまたしばらく手入れをしていけば大丈夫になりましたので、これで確認の動画を終わりたいと思います。失礼します。